どうも、バンです。ですね、先日、自作ラジコン飛行機8号機が琵琶湖でロストしました。でね、結局、遺失物届とか出したんですけども、見つからないですね。でまあ、しょうがない。で、同じものをね、今、作り始めようとしているところです。大体ね、部品がね、揃いましたね。ほとんどありものでいけそうですね。で、機体自体、この本体ですね、発泡スチロールのようではあるんですけども、商品説明では EPP 素材ということですね。で、この、本体なんですけども、以前はアリエクスプレスという、アリババ系の中国の通販サイトでしかね、まあ、しかってことないんですけども、格安では手に入らなかったんですけども、アマゾン、日本のアマゾンでもね、販売をするようになってきたみたいで、だいたい1000円ぐらいですね、1000円ちょっとぐらいかな、1030円ぐらいかなでね、売ってましたんで、送料込みですね、買いました。なのでまあ言ったらアマゾン1000円ぐらいだと言ったところですね、ネーミングとしては。でアリエクスプレスの方がね、6ドルちょっとで売ってて安いんですけども、送料かかるのと時間がかかるのとでね、アマゾンで買いました。あと保証の問題ですね。そうだ、これをちゃんと言っとかなければいけないですね。アマゾンも1000円ぐらいの商品と3000円ぐらいの商品あるんですよ。ほぼ一緒っていうか全く一緒の商品です。でね、3000円ぐらいので売ってるやつは翌日配送とかですね、多分日本に在庫があるんでしょう。でね、結局1000円のやつを買ったらあのね、中国から届きましたね。でもね、20日ぐらいで届いたかな。1ヶ月はかかってないと思います。もっとかかるかなと思ったんですけど、まあ、20日ぐらいですね。アマゾンの、1000円ぐらいで買ってもね。で、まあ、結局は、アリエクスプレスで買っても、アマゾンで買っても大差ないんですけれども、やっぱり保証の面ですね。さっき言った、前回、この EPP、のグライダーですね、アリエクスプレスで買ったら、胴体がね、ひん曲がってましたね。かなり、えげつないこと曲がってました。で、今回、Amazon で到着したやつはね、そんなことはなかったですね。で、もし万が一、配送に事故があっても、まあ、Amazon なんでね、保証もしてくれるでしょう。AliExpress もね、結局は保証してくれたんですけれども、結構めんどくさかったです。中国語か、もしくは英語でやり取りしないといけないのと、あと、なんかね、結構きついこと言ってくるきよるんですね。アリエクスプレス、あんたそれ欲しいだけちゃうんみたいなね、英語ですけど、そんなことね、言ってきよるんですよね。まあ、アマゾンやったらそんなこともないんでね。ただまあ、ちゃんと、梱包はしてなかったな。アマゾンでも。ふにゃふにゃのビニール袋に入っただけでね。もし、あの上から段ボールが大量に、置かれたならば、ひん曲がってたかもしれないですね。まあ、とりあえず今回は、ちゃんと、した商品が届きました。で、部品構成ですけれども、前回と大体一緒なんですけれどもね、ちょっと部品の、あり合わせの部品をね、使う都合上、全く一緒というわけにいかないですね。なので、今考えているのが、受信機は R8SF、コロナ社製ですね。これ、本当はね、R4SF でも、いいんですけれども、こっちの方がちょっと、大きくて、重量も傘も かかるんですけども、ちょっとあり合わせなんでしょうがない。数グラム重くなりますね。あと、ジャイロですね。2種類あって、ちょっとどっち使うか今考えてます。ビガールのジャイロ、もしくは、バイメ A ですね。両方ともちゃうわ。これはアリエクスプレスで買いましたね。ビガールのね、このジャイロなんですけれども、結局はね、僕はね、このビガールのジャイロよりも、バイメ A の方がね、いいなというふうに思ってますね。なんでかって言ったらですね、コスト的、値段的なところもこっちの方がね、バイメ A の方が安い。
っていうことと、あと商用石化できるっていうことですね。あと軽量ってことですね。で、ビガールの方はですね、ちょっと傘がね、重量も、大きくなりますね。まあでもどっち使っても、まあ、大差ないことないな。ラダーがね、どうやってもね、この ビガールの、ジャイロね、なんか動かないんですよね。2、3台このビガールのジャイロ持ってるんですけど、ラダーがね、動いてくれないんですよね。こういう仕様みたいですね。別に効かなくても、まあ、ラダーはね、ジャイロで、まあ、そんなに影響はないですね。多分、今回、バイメイ使うと思います。で、こちらのビガールの方は9号機に回そうかなというふうに思ってます。もしくは入れ替えるかもしれないですけどね。で、サーボは相変わらず SG90 デジタルサーボですね。これも Amazon とかアリエクスプレスでね、安くて売ってます。だいたい200円ぐらいだと思います、1個。10個で1980円とかな、そんなんですね。エルロン機にするんで、サーボはね、4つ使おうと思います。で、エルロン機なんですけれども、やっぱりこれグライダーなんで、エルロンをね、2つ、サーボ使おうというふうに思いますね。で、ESC は相変わらずの中華格安30A黄色アンプですね。これもね、定番中の定番、ちょっと当たり外れはありますけれどもね、アリエクスプレス、アマゾンでだいたい500円ぐらいで売ってるかと思います。それから、そしてモーターも定番中の定番ですね。 A2212、13T1000KV にします。1400KV にしようかなと思ってたんですけども、1000KV にしようかな、どうしようかな。やっぱり1400の方がいいかな。ね、ちょっとその辺考え中です。1400もね、確かどっか転がってたんでね。あとは、まあ、配線の類、両面テープ、そして、機体、それから、これね、シナベニアを、9ミリ幅にカットしたやつですね。厚みは多分5ミリですね。で、これを使って、モーターマウントですね。主翼の上に矢倉を組んでいきます。で、これ、モーターマウントプレートですね。もう切り出しました。で、相変わらずグルーガンでね、この辺は接着していこうというふうに思いますね。はい。というわけで、大体これで揃ってるよね。部品。あと、それからまあ細かいところですけどね。ヒンジも余ってますね。それから、100均で、まあ、買うんですけども、いつも。これマジックテープですね。マジックテープも余ってますね。あとは、リンケージ用のね、リンケージ用の、この、ロッドですね。これもちょっと結構余ってるんで、まあ、この辺使えるかなと。これも長いね。これ使えるね。はい。というわけで、ちょっとずつですけれどもね、8号機組み立てていこうというふうに思います。まだまだ続きます。今回は部品の紹介だけでした。ではでは。